皆様、明けましておめでとうございます。立命館総長の川口清文です。2014年が皆様にとって平和で幸せな年となりますよう心から祈念申し上げます。今世界は大きな転換期を迎えています。グローバリゼーションと知識基盤社会の急速な展開は私たちの生活のあらゆる局面において常に変化をもたらしています。この変化の波は教育現場にも押し寄せており、大学力は国力そのものだと社会からの期待が高まっている今日、我々高等教育機関が果たすべき役割はますます重要になっています。しかしこの先の見えないモデルのない時代だからこそ、私たちは新しい挑戦とともに日本の未来を切り開く好機だと捉えるべきです。立命館学園は100年を超える歴史と伝統に学びつつも、これからも常に教育研究の発展のため飽くなき挑戦の心を忘れず、この刻一刻と変化する国際情勢の中、平和で民主的な持続可能な社会の実現のために邁進してまいります。Creating a future beyond borders、 自分を超える未来を作る、この言葉は2020年に向けて私たち立命館が目指すべき姿を表した言葉です。私はこれからの時代を生きる若者に、自分自身で未来を切り開いていける強い意志と既成概念にとられない創造性、そして新しいことに挑戦し続けることができる力を身につけてほしいと願っています。最後にもう一つ多くの方にお伝えしたいことがあります。未曾有の大被害をもたらした東日本大震災、そして福島第一原発事故から3年が経とうとしています。しかしながら未だ被災地の復興には程遠く、原発事故の処理も目処が立っていないのが現状です。また世界を見渡してみても、シリアやエジプトなどの情勢不安、タイのデモやフィリピンの豪雨による大災害、そして日本と近隣諸国における領土問題など、解決しなければならない深刻な課題は数多くあります。グローバル社会で生きるということは、何よりも他国の文化を理解し他国をリスペクトしなければならないということです。そのためには若者が多様な価値観に触れ合える場、異なる価値観の人と共同して新しいことを生み出すことができる場が必要です。私たち立命館は教育研究機関としての役割について改めて問い直し、日本そして世界の未来を担う若者、子どもたちのためにこれからも最大限の努力を行ってまいります。本年も立命館に対するさまざまなご支援を賜ることができれば幸いです。皆様のご健康とご活躍をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。